回し方。どうもちゃ、篠原です。今回は数学とか理科の参考書、まあ特にチャート式ですね。これチャート式、これチャート式とかをどうやって回せばいいのか、どうやって周回プレイすればいいのかっていう話をしたいと思います。で、このこれから話すことはすでに習ってる範囲です。今進行形で習っている範囲だとかあるいは、まだ習ってないミリ周範囲には使えません。これから話すのはすでに習った数学の範囲で、忘れないようにしたい、模試が近いからもう一回勉強したいなと思った時にどういう周回プレイをすればいいのかという話ですね。で、周回プレイって皆さん知ってますよね。あのゲームとかで1周目終わった後2周目3周目ってやるあのポケモンみたいなやつね。で、やってほしいのは、まあちょっととりあえずチャートの話しますね。チャートの話で言うと、やってほしいのはコンパスマーク、コンパスマークが1と2のやつをまずやってください。自分のやりたい範囲、例えば今回、まあ今手元に数3があるんで、数3の例えば複素数平面ですね、複素数平面についてやりたいな、もう一回勉強したいなと思ったら、まずコンパス1、2を通しでやってください。複素数平面のところで、これが終わったらコンパスの3と1と2で間違えたやつ、1と2で間違え、これ間違えは間違えたやつね。もう分かりにくいからミスにしますね。1、2で今回この1周目で間違えたやつをやってください。で、その後、青チャートだとコンパスの5ってほとんどないんですけど、コンパスの、4と5をやって、プラス、3、2、1のミスですね。3、2、1のミスをやると。で、この後はコンパス関係なくミスのみ。をやって、このミスのみをぐるぐるやって、さらにミスが減ったってやったら、今度一回最初に戻って1から5まで全部やる。ただし、1とか2に関しては、もうある程度見た段階でわかる、解けると思ったやつは飛ばしていいという風にするのがいいと思います。これが、まあ、ハード版ですね。ハード版はこういうやり方がいいと思います。このやり方のメリットを話します。コンパス1、2をまずやってる理由は何かっていうと、なんかもう一回やり直したいなって思うってことはなんか不安だからじゃないですか。で、不安なのは大体ですけど、その基本的なところが分かってないから不安になるケースが非常に多いので、コンパスの1、2をとりあえずやるだけで、基本的なところのどこまでが分かってない、どこから分かってて、どこかが分かってないのかっていうのがとりあえずさらえます。だからつまり1、2ができる、特に余裕でできるとなれば、ああこんなもんはできるんだなということがわかるし、あと1、2でも意外な発見があったりします。特に数学3ね、数学3って計算ややこしいじゃないですか。で、計算ややこしい時になんか楽する方法みたいなの1、2でなんか書いてあったりとかするんですよ。だからなんかコンパス2のくせにやったら計算めんどくせえなと思って、あ、こんなところにこういう解き方があるのかみたいなことで気づけたりとかするので、まずここで本当に基本中の基本を固めると。で、3になると結構標準的な問題ですね。標準的な問題になるので、そこも解けるようにしましょうというのがこことここの意図です。で、こっから以降に関してはほぼほぼ応用、特に青チャートの方のコンパス4号って難しいんで、まあこれが解けるようになることも大事なんですけど、むしろこっち、この間違いができるようになるということの方が大事です。で、こっから最後ミスのみですね。この間違えたやつのみを周回して全部できるようになったら、最後なぜ、全部解き直してるのかというと、こっからここまでって、例えばですけど、ここでたまたまここでコンパス2でその日調子よくて思いついたみたいなやつが、たまたまできることがあるんですよ。で、そしたらもうこれ以降やらないんですよね。しばらくやらなくて、でまた他のところの勉強に戻っちゃうと、たまたまここで一発その日の調子が良くてできただけのやつがもう出てこないってなるので、一旦ここでもう一回全部できるかどうかのチェックをしてほしいんですよね。チェックをするというためにやってますとか、やってほしいです。で、こうすることによってもう一つ実感できるのが自分の伸びね。あ、俺成績上がるようになったな、あ、よかったな、数学苦手だと思ってたのができるようになったな、勉強頑張ってよかったなっていう気持ちになれるのはこの瞬間、あ、できんじゃん俺ってなった瞬間なので、ここでできるようにするためにこれをやってるというふうに思ってもらえたらいいかなと思います。
で、これがハード版なんですけど、これやってみたら分かるんですけど、結構しんどいんですよ。で、結構しんどいので、もう一個ソフト版というか、ノーマル版、イージー版ですね、ゲームでいうと。イージーモードは何をすればいいかっていうと、見るだけ OK にします。見るだけ OK にするというのが、ちょっと時間が短縮できる方法ですね。で、見るだけ OK って何かっていうと、問題を見て、ああ、こんな風にやるんだろうっていう指針が立てば、ああ、ファスですね。はい。ファスに針で指針ですね。指針が立てば良いと、する。ごめん、これ字見える？指針が立てばいいという風にするのがノーマル版です。これのいいところは何かっていうと、まあもちろん時間が楽になると。ただし、こっちの方って結局見て終わりにしている人って結構多くて、実力がついたのかどうか不安なケースがすごい多いです。だから、いや、私結構頑張ったんだけど、ちょっと伸びてるかなみたいな、そういう自分自身のその習得状況に対する不安みたいなものっていうのがどうしても拭えないので、もし今高1とか高2とかで時間があるのであれば、ぜひこっち側でやってほしいです。ちゃんと手間暇かけてやった方が必ずいいと思います。こっちの方が報われると思います。ぜひ、まあやり方はね、どっちでもいいんですけど、こういう風に周回プレイしてみてください。さらに、ちゃんとメモは残しておきましょうね。まあチャート式の場合だと、こういう風に本があって、まあ問題がここに書いてあって、で、指針ですね。指針がこの辺に書いてあって、で、回答ですね。回答が書いてあると。回答がバーって書いてあって、で、こっち側になんかメモみたいなのがありますよね。ここはこういう計算しましたよ、みたいな、こういうちょっとした、まあ豆知識的なものが書いてありますよね。で、で、ここの上のところ、まさにここですね。ここに、日付と、できた、できなかった、計算ミスとかしたっていう丸バツ三角をつけるっていうのがいいと思います。そうすると、あ、この問題何回もやってるな、何回も間違えてるなっていうのが分かりやすいので、日付と丸バツ三角をつけるのがいいと思います。丸バツ三角だけだと、いつやったのかよく分かんないんで、例えばですけど、うわ、これやったの5年前はさすがないか、1年前じゃねえかみたいなことになったら、あるいは1年前俺できたのに今できなくなってるって思うと焦るとかね、なんかそういう、効果があります。丸×三角をつけないとできるようになったのかどうなのか分かんないんで、このミスの解き直しができませんから、日付と丸×三角をつけるというのがいいと思います。はい、ということで、今回ですね、数学の問題演習周回プレイの話をしました。ぜひ数学っていうのは反復が大事です。その反復の仕方をですね、これで固めてもらえたらいいかなと思います。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。